ヨシヒロ先生の画力がガチでヤバい。これが週刊誌に載ってたってな。漫画が白紙。でもこんな号だけでも普通に面白いし、絵が下手ではない。関節とかしっかり描いてるから、むしろこれだけでうまい絵ってわかる。夏の方がうまく見える現象の臨界点突破。いや、これはロパスがね。これ一発で描いてるっぽいし、5分かかってないな。このレベルの絵で映画が枚数連載してほしい。週刊と単行本で2回楽しめるんやで。本気出したらこんな綺麗に描けるんだが。嫁が描いてる。明らかに嫁が描いてて草。ビスケの目と音あるの珍しいな。こっちのビスケの方がええわ。ストーとか嫁が描き出してから人気上がったよな。エーダームーン生み出す役はさらげさの運力違うわ。嫁が描いたストーほんまに可愛い。嫁が描いてるとかって本気で信じてる役呼び込んで怖い。嫁は初期のコミックスの表紙を色塗ってただけなのにな。え、これ嫁なんか。都市伝説やで。